私どもといたしましてはですね、短時間ではありましたけれども、まあ、一生懸命まとめたのでですね、あとは全従連さんの方で、しっかり対応をしていただきたいというようなことを申し上げ、まあ、書面の中には書いておりませんけれどもですね、この答申を受けて、まあ、節目の時にですね、全従連側としてこうしたよというようなことを、発表していただけるとありがたいねというようなことを申し上げましたところ、まあ、上村会長の方もですね、やれることはすぐやる、プロジェクトを作るものは作る、まあ、もう少し時間かかるものはかかるもので、しっかり検討していくというようなことでございましたので、まあ、これを機会に、良い組織になって、いけばですね、私どももまあやった甲斐があるかなと、そんなふうに思っているところであります。全従連の組織っていうのはですね、まあ、柔道をやっている人たちばっかりの集まりですよね。したがってどうしてもその自分たちがその今まで培ってきたその柔道の伝統っていうようなものに頭の中では支配されているところがあるんですね。でさっきまあ、加山委員がうまく説明してくださいましたけれどもですね、まあ我々から見ると暴力じゃないのかっていうようなそのことが行われてもですね、いやそれ我々もやってきたしなと、それは暴力っていうよりもやっぱり指導じゃないのかっていうようなね、そういうような感覚っていうのは抜けきらないところがあって、やはり外の風をですね入れるっていうことがまあぜひ大切だというふうに思ってるんですね。でまあご質問はなかったけれども、まあ、今回の改革のですね、非常に重要な点としてはやはり執行部にもですね、外部の第三者を入れる。でしかもですね、それは柔道の関係者じゃない人を入れる。それから、まあ、今 その日本の柔道っていうのはですね、日本の柔道だけでその自由にどうこうなるっていう問題ではありませんで、その世界柔道連盟なんかのですね、動きにかなりなんていうのかな、影響されるところが大きいんですよね。でそういう時にやはり内部にですね、国際感覚を持ち、また国際的な接触力も持つようなですね、まあ、そういう人をこう入れとくっていうことも非常に重要なことじゃないのかっていうふうに思っておりまして、そういう外部の第三者をですねぜひ招聘すべきであるっていう提言をしております。まあ、先生方にお願いして第三者委員会作っていただきまして、もう本当に短い期間というか1ヶ月半ぐらいの間でしたが、よく調査いただいてまとめていただいたと思っています。まだ内容的にはちょっとまだ私もしっかり把握しているところではありませんけど、まあ、提言には粛々と我々は全従連の発展のために理事会にかけて取り組んでいく所存です。やっぱしこの今までの我々としては良かれと思ってやってきたことが、まあ、世界標準とか、まあ、それに叶えられてなかったというのがあったのかもしれません。だからちょっとそのところもきちんとこれから検証して どこを、まあ、今回提言いただきましたのでかなり明確な部分が出てきましたので、そこのところについてはきちんと、まあ、ここで、二次会なりいろんなところで測って、そして改めるべきところも確実に改めて前に進んでいきたいと思っています。